DFR33 のスタンデッキは本当にフラットで広いですよね。そうですね、はい、インボード艇のいいところです。それはエンジンルームがキャビンの下にあるんで、この後ろ非常に大きく広く使えます。はい、ところで小野さん、ブリッジが左右非対称になってますね。ドアが左舷側に寄ってますけど。はい、そうすることで右側こちらに大きくて使いやすい15インチの GPS 魚群探知機をセットできるんです。さらにリモコンとステアリングを設置することで、ここで釣りをしながらも、ボートのコントロールができます。じゃあ船長も釣りができるというわけなんですね。そうですね、スパンカーとそれからフィッシングサポートとリモコンを併用することで、ピンポイントに止まったような釣りもできます。じゃあ流し釣りもバッチリですね。そうですね、はい。あとこちらハンドレールなんですけど、通常はこういう小さなものがついてるんですけど、これこういう直線状のものにすることによって、ロッドホルダーとか後義装としてここにセットできます。こうした自由度の高さ、釣り好きにはやっぱり嬉しいですよね。嬉しいですね、はい。あと小野さん、はい、このスタンデッキもオープンガンネルになっているんですね。そうですね、このスタンデッキオープンガンネルすることで、埋め込み式のロッドホルダーがセットできます。あとこちら小物が置けますね。こういうバッテリーだったりとか重りが置けたりするのは便利ですね。便利ですね、はい。あとこちらのガンネルの幅もとっても広いので、安心して体を預けることができます。そうですね、幅が十分ありますからね、はいはい。あとちょっと注目してほしいんですけど、こちら、はい、大きな生けすがあります。うん、ただハッチが2枚になってるんで、必要に応じて大きい方小さい方を選べます。で特にこの小さい方、実際に釣った魚を入れるときって、この蓋を大きな蓋開けるの大変じゃないですか。そうですね、小さな蓋を開けるだけで済みますし、あとここスプリングのストッパーがついてますんで、開けた状態を維持してますので、魚の出し入れしやすいです。これは便利ですね。便利ですね、はい、魚が釣れたらどんどんイケスに入れちゃいましょう。そうですね、そうしましょう。このように DFR33 は釣り人にとってありがたい機能が盛りだくさん装備されています。